こんにちは、アバブバイクストア須崎です。いつもお世話になっております。今日はミッドナイトスペシャルご紹介しようと思うんですけれども、今日のミッドナイトスペシャルは2本立てです。スペックをご紹介する前に、今回組ませていただいたミッドナイトスペシャルはシマノのコンポーネントの DI2 で組ませていただいてるんですね。組んだ特徴と、どういうところの恩恵があってこういうふうな組み方ができているのか、またその8150というコンポーネントで組んだんですけれども、その8150の通信システムの設定の仕方、そのあたりを合わせてご紹介します。はい、神そ、はい、今日はですね、この、ミッドナイトスペシャルが組み上がりましたのでご紹介させていただこうと思います。ミッドナイトスペシャルといえば、フルアウターのアウター外側にワイヤーを這わせる仕様の、スチール黒森のフレームになっておりますが、いろいろ試行錯誤の末 DI2 の12速で組ませていただいております。ミッドナイトスペシャルのタイヤのこの 47C650B の 47C のタイヤが入るっていう風なところも、いろいろとギア比的なセッティングを考えて、50の34、一般的なロードのコンパクトって言われるクランクではちょっと重いかなっていうふうに僕は印象として思ったので、 GRX の48の31っていうクランクが入っています。これは RX の820っていう品番だったと思うんですけれども、 GRX の12速のクランクになっております。今日このミッドナイトスペシャルでフューチャーしているのは、エレクトリックワイヤーが細くなった恩恵っていう風なところをご説明しようと思っております。まずですね、このグループセットって言い方するんですね。互換がちゃんと取れていること、シフターとディレイラーとカセット、ブレーキだったりとかも、まあもちろん引き率がちゃんと合ってるかとか、そのあたりの整合もしっかり取ることを、グループセットっていう風な形で、一つのグループでこれだったらちゃんと正常に動作しますよっていう風なことを指していることをグループセットっていうんですけれども、今回はアルテグラの DI2 の12速、一般的にはそういう言い方されると思うんですけれども、 ST の R8150 っていう品番なんですよね。自転車屋さんの品番とかだと ST の R8150 っていう言い方をします。シフティングに関しては DI2 の12速っていうふうに覚えておいてください。 DI2 の12速は2種類ありまして、油圧ブレーキとワイヤー引きのブレーキ、 DI2 のエレクトリックワイヤーでつながっているコンポーネントっていうふうな感じで思っていただければよろしいのかなと思います。一般的にこの8150の前は8000品番っていうのがありまして、手で持つところすごくグリップ小さくなってかっこよくなって素晴らしかったんですが、さらに、ブラケットの大きさがとっても小さくなっております。もうこのブラケットの握りの小ささを握ってしまうと、他のものをちょっと何を持っても大きく感じるんじゃないかなって思えるぐらいとても小さいです。これが8150というシフターの DI2 のシフターですね。でそこからディレイラー、これがフロントディレイラーとリアディレイラーなんですけれども、このエレクトリックワイヤーで中を通してこの中に入っているバッテリーにつながっています。8150っていうのはワイヤーブレーキ、8170っていうのは油圧式のブレーキのこと。8150と8170っていうのは実は通信システムが違います。今目の前にある8150のものに関して言うと、このブラケットとバッテリーのところについているジャンクション、そこが無線で通信していません、このモデルは。なのでエレクトリックワイヤーを1本長いものをダウンチューブの中に這わせる必要性がありまして、左側のシフターのところからグッとこう引っ張ってきて、そのままシートポストのことに通信させて、でそのシートポストのところからさらにフロントディレイラーと、シートポストのところからさらに BBU を回ってリアディレイラーへというふうな通信のシステムを組んでいます。ワイヤーが、このエレクトリックワイヤーが細くなったことでその恩恵を受けることができましたっていうふうなことを今日申し上げようと思ってるんですけれども、今回の回ではねそれを申し上げようと思ってるんですけど、ワイヤーねこんなに細くなかったんですよ。以前はこれの倍太かったんです。これが倍太いと、
どういうふうなところで弊害が起こるかというと、まず BB、 BB が68ミリの BSA の BB の中にこう入れ込むんですけれども、今までは DI2 は専用である意味でこう切り欠きを入れていただいて、ビルダーさんに切り欠きを入れていただいた上でこういうふうな DI2 のシステムみたいなものを構築することがほとんどでした。そうじゃないとほぼほぼ組むのが不可能に近かった。やったことは僕ありますけれども、まあまあとても苦労しましたね。本当に届きづらいところを電動のルーターを使ったりとか、すごく特殊なヤスリを、ヤスリをまた火のバーナーで炙って、形を変形させて、で中の BB の周りダウンチューブが来て、 BB があってチェーンステイがあってシートチューブがあってっていう風なところの、その集合体4本のチューブが集合している BB の周りっていう風なところの内側の部分をできた状態のものを削るのってめちゃくちゃ神経使ってたような状態なんです。かつそこにスレッドがあったので、まあまあ本当にできるだけやりたくない作業の一つではありました。それを考えたら、今回のこのエレクトリックワイヤーが細くなった恩恵として、この細くなったことで BB の周りはほぼ無加工で入れることができるようになりました。ただしまあ気をつけないと、引っ張りすぎると切れたりとか、そういうのはもちろんありますけれども、中を通してきれいに回すっていう風なことができました。かつ、ミッドナイトスペシャルの特性として、これだけクランクがね、今まではライバルとか完成車とかだとライバルついてたりとか、カスタムで組んでいるものについてはホワイトインダストリーズなんかを入れることが多くて、フロントシングルで組まれているものがほとんどだと思うんですけども、こうやってフロントダブルで組むことももちろんできるわけですよ。もうフロントダブルで組むと、もうこのバイクは無敵なんです。どこでも行けるんです。とにかく素晴らしくて、フロントダブルで今回組ませていただいたいいサンプルができたので皆さんにお見せしようと思ってるんですけれども、何が素晴らしいかというと、このチェーンステイ、チェーンステイってフロントダブルがかわせるようになってるってことは、チェーンステイめちゃくちゃ潰されてるんですよ。あんまり皆さんこう見る機会がない、この角度からご覧になっていただきたいんですけれども、これだけ潰されてますね。結構潰れてるでしょ、見える？これだけ潰されてると、ここの中にね、今までのエレクトリックワイヤーだと入ったり入らなかったりしてたんですよ。で、まあほぼほぼ入れることは難しいって考えていいのかなと思っていました。それがこういうふうな、潰しが入っているフレームでも、今回エレクトリックワイヤーが細くなったことで、無加工で、無加工って言っても穴開けは当然するんですよ。こういうふうなところに自分で、ドリルで穴を開け、かつこうヤスリで削っていって、ファイルを当ててこう一生懸命こう削っていくような作業っていうのはどうしても必要になってくるんですけれども、それでもまあちゃんとこういうふうに動作させることができました。実際に動作するところがどんなふうになるのかっていうのをまず見ていただこうと思います。いきますよ。すごいよね。今度今シンクロシフトっていうのになってるんで、こっち側が落ちました。落ちたことで、あ、ごめんね、落ちたことで、このシンクロシフトの設定もいろいろやることができまして、今重い方のギアに落ちていってます。でこの辺からね、クランクの方が大きいギアに変わってくるんですよ。勝手に適切なギアを選んで、勝手にもう選んでくれるっていう風な感じなんです。 DI2 の12速の性能素晴らしいですね。8150ももちろんこのタイプも素晴らしいんですけども、前回組ませていただいた8170、そちらもとっても素晴らしいなと思ってます。コンテンツ3つ目、設定の仕方がちょっと大きく変わりました。このシマノのですね、 E チューブっていう、これ
を使います。通信を始めるときはリアディレイラーのここのボタンをワンクリックすると2秒程度押してください。そうすると青の点滅が光ります。で、点滅が光るとここで、通信が始まります。愛様ミッドナイトスペシャル接続中。パスキー切ってあればパスキー入れるといいんですけれども、まあ、僕はお客様のバイクなので、パスキーは切らないようにしています。で、通信が始まりました。始まったら1回この Bluetooth を読み込むのに少し時間がかかります。で、読み込みました。読み込みましたらこんな風な感じになってます。シンクロシフトになっていて、多段変速でとかシフトレバーのところを、右左でアップダウンっていう風にもできますし、いろいろと設定することができます。で、アップデートもここでできます。アップデートもこういう風な形でアップデートかけることはもちろんできます。で、ファームウェアが、僕は全部昨日もやってあるので、すべて、アップデート済みです。で、ここメンテナンスっていうページがあります。今までリアディレイラーについては従来通りの、設定方法なんですけれども、フロントディレイラーについてはもう調整のシステムがすべ、てこの、はい、スマートフォン一つでやるような形になっています。で、ディレイラーの 調整とかでありますよね。で、ディアについてはもうちょっとこれ以上いじる必要性もないし、フロントもいじる必要性はないんですけども、一旦ちょっとどんな形になっているのか見ていただくと思います。はい、これね、開始って押しますね。すでに移動するギアに入っていること、次のステップに移動します。次へ。で、今フロントのディレイラーのアジャストがこれで始まります。で、外側のブレードの方にもう少し来てほしいよっていう場合はこっち側をタップ。ほら、動いた。わかりますか。戻します。プラス10ぐらいでちょうどいいかなと思って。で、っていう風になったら、このギアに入っていることを、設定しなければいけないので、これちょっと僕動かさなきゃいけないですよ。プロ開始って押すと勝手に動いてくれます。いいですか。どうなってる。はい。で、ここから開始。そうすると内側の今度、今ローガーに落ちてるので、内側の限界値を決めるっていう風な意味合いだと思うんですけれども、ここでフロントディレイラーとチェーンが隙間が0から 0.5 ミリぐらいがちょうどいいよっていう風に言ってくれてるんですよ。なので、ここを僕はプラスの7にしてあります。今プラス8になりました。ここもプラス10ぐらいでももちろんいいんですけど、ダート走ったりとかするとチェーンも暴れるので、僕プラス7ぐらいでいいかなと思ってます。さらに今度はインナーのローで、一回設定しましょうねっていうふうに言ってくれてます。なので、また回します。はい、勝手に回って、ここで設定してくださいねっていうふうになってます。で、ここで、ディレイラーの位置を、これ以上、このインナーのブレードが向こう側にある必要性ないんですよ。で、これ以上向こう側に行っちゃうとチェーンが暴れた時にチェーン滑落する危険性が出てくるので、ここはできるだけ外側に回す。こちらに合わせていく。ここの隙間は
0から 0.5 くらいでちょうどいいので、このぐらいでいいでしょう。注意してください。これで、まあ、フロント終わりました。リアも、リアはね、調整枠しっかりとネジのボルトで設定出した後に、やっぱり、まあ、11速のところに12速入れてるので、チャラつくところとかやっぱりね、金属同士の刃が、刃あたりがしっかり落ち着くまで、馴染むまではチャラチャラ音がしたりとかするときあるんですけれども、まあまあほぼほぼこれである程度のところは設定ができるようになってます。細かな設定が全てこういうふうなアプリでできるようになってくるような感じになりました。で、切断をするとこうまた点滅が終わって、これで全ての設定が終わりました。重い方のギアに回していくと、またシンクロシフトなので勝手にこういう風な形になります。で、いいですか、この辺でフロントのクランクが落ちます。これで一番軽いとこ行きましたよね。こんな設定の仕方に、はい、8150は変わっております。はい、いろいろと、細かな設定が全部スマートフォンとかで、まあ、なんかこう見える化させてくれて、かつ今どの辺にディレイラーがあってみたいなところが明確に分かるようになってきています。まあ、このあたりがすごく8150の素晴らしいところかなと思いました。8150、今回のこの8150と前回の8170は通信システムが違いますので、フロントからエレクトリックワイヤーを引っ張ってこなければいけないのが8150、その無線で引っ張る必要性がないのが8170です。ここだけ、皆様、はい、ぜひ、間違えないようにご留意いただければと思います。僕も実は通信するものだと思って購入したんですけれども、通信しないっていう風なところが分かって、全部組み上がってからここに穴開けなければいけなくて、絶対もう一回バラして、もう一回中の掃除をし直して、グリスアップし直してっていう風なことをやりました。一回こういう痛い目見るとですね、もう二度とこういう同じ間違いをしないので、前向きに捉えてはいますけれども、秋丸くん頼むよって思っています。はい、今日はこんな形で、まずはエレクトリックワイヤーが細くなったことで受けられる恩恵というふうなことで、スチールのバイクにも穴開け加工をするとインターナルで動作させることができますよっていうふうなところをご紹介させていただきました。それでは8150の DI2 ミッドナイトスペシャルを使ってご紹介させていただきました。それでは。